Please log in. Administrator. Initializing. Okay. Welcome back, Doctor. 今回の動画では1月5日からの開催が明らかになったイベント、サイドストーリー復刻ライト版、人為に交わる残響の紹介及び解説を行っていきます。イベントの開催期間はこれまでの復刻ライト版と同じく10日間、EX ステージも同時に開放されることになります。イベントの基本的な流れはこれまでの復刻ライト版と同じ、イベントステージを周回してポイントを入手したり、イベント任務をクリアし、配布オペレーターのゼルニーや家具、育成素材などを入手しましょう。今回のイベントで入手できる素材などは上記の通り、入手できる素材量などは、これまでの復刻ライト版と大きな変化はなし、すべての素材を交換するのに必要なポイント数は2710。イベント任務で入手できる家具などの関係上、LE1 から8、LEX8 の教習をこなす必要があり、これらのイベント任務をこなす過程で、682のポイントを獲得、自力では2082ポイントを稼ぐ必要があります。今回に関して割り勢を無駄にすることがなければ、無課金では全て交換できないということはなし、スキパスの課金をしているのであれば、かなり余裕を持って挑むことができるでしょう。ただし、1月16日からは、4周年イベントが開催される可能性があるので、1月8日から14日の間に入手できる理性剤は、次のイベントで使用できる可能性があるという点に留意して、使い道を考えましょう。勲章は一部取得条件が調整された状態で入手することが可能となります。ただし、今回の復刻が終了すると、今回のイベントの勲章は二度と入手することができないのでご注意を。今回のイベントで効率よく入手できる素材は、半自然溶剤、砥石、中級陶源の3つ。各種素材の次のドロップ効率が良いイベントの開催時期の目安としては、半自然溶剤は6月下旬頃、砥石と中級陶源は3月中旬から下旬頃となります。時期的に考えると半自然溶剤一択ではありますが、消費量は砥石が圧倒的なので、在庫が非常に少なければ半自然溶剤を、ある程度あるのであれば砥石を周回するといいでしょう。同時期にはゼルニーの専用コーデ、荒野に音尋ねも実装されます。一昨年の12月に実装されたアチーブメントスターシリーズの専用コーデも復刻。こちらのコーデは現時点では復刻は未定となっているので買い忘れにご注意を。イベントスカウト、不協和音程も開催。今回のイベントスカウトでは、レーベンホルツ、タクジンハイビスカス、ルナ株がピックアップされます。イベント復刻に伴って同時期に実装された家具も復刻。こちらも次の復刻時期は未定となっているのでご注意を。時期はずれていますが、端午節に伴うログインキャンペーンも実施されます。今回のログインキャンペーンは以前に開催された、ロドステン新教室と同じく、どちらか片方の家具のみがもらえる形式。自身が選んだ方のチマキースの家具がもらえます。レーベンホルツ、タクジンハイビスカス、ファイヤーホイッスル、カフカ、プリン、宴の階層広くと逆離演算が実装。レーベンホルツとタクジンハイビスカスは逆離演算のみの実装となります。イベント開催の前日に、オムニバスストーリー、レッドパインの記録復元が実装。他社の専用コーデや家具、レッドパインのアイコンを入手することができます。勲章、4年間の審議と探求が追加されます。こちらはアカウントを作成してから1460日目に入手が可能。サービス開始初日からプレイしているのであれば、1月16日付近で入手ができるはずです。殲滅以来の新ステージ、薄暗い泥沼が1月15日より開放。今回のステージは、サイドストーリー、この炎が照らす先がテーマとなります。以上で、復刻ライト版、人為に交わる残響のイベント内容などの紹介を終わります。この動画が良ければ、動画制作の励みになるので、チャンネル登録や、グッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴、ありがとうございました。